有安ありとキラカリンの K プランニングラジオ。この番組は毎週金曜日23時より15分間お送りしているラジオです。 K プランニングとは映像やイラストなどを制作しているグループの名前のことです。いろいろなコンペにも出していきますので、皆さんと一緒にやっていけたらなと思います。はい、ということで本日はどんなお話をしましょうか。はい、そうですね、ちょっとね、重たい話になるかなって一瞬思ったんですけど、はい、やっぱり311のね話はしないといけないかなと。そうですね、今日は3月11日ですもんね。はい、はい、そうですね、もう11年前になるのかな、2011年ですからね。はい、はい、まあちょうどねお昼間だったので、はいはい、まあね、お互いもう11年前まだね出会ってないので、はい、どういった状況だったかなっていうのをね、はいはいはい、ちょっと思い出しつつ話ができたらなと思うんですけど、はいはい、私はもう普通に、うんうんうん、執務室に、まあ、いてた時に仕事中ってことですね。仕事中です、はい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 、その時にみんなこう周りの、ね、人たちは同じこと思ってたんですけど、はいはいはい、横揺れだったじゃないですか。大阪ですか。大阪ですね、はいはいはい、梅田のど真ん中のコストビルだったんですよ。はいはいはい、で、まあ、横揺れやって、はいはいはい、みんながみんな私調子悪いんかなっていう、うん、ね、ちょっと同じこと思ったっていうのはちょっと、ね、笑っちゃいけないけど、ちょっとあみたいなとこがあって、でそこでなんかちょっとこうざわついてその執務室の中にあるテレビつけると、ちょっとまあすごいショッキングな映像が流れてたっていうことで、まあそこでちょっとね高層ビルだったんで、すぐにそのエレベーターとかね、うんうんうん、止まっちゃったりとかしたのもあったので、はいはいはい、ちょっとバタバタした記憶はありますけど、なかなかねすごい911とかの映像も見たのと一緒で、はい、311 の, そのテレビを通しての映像っていうのがショッキングなんだけど、うん、どう受け止めていいかわからなかったっていう記憶が私の中にあります。本当にこれが現実なんだろうか、日本なんだろうかみたいな、うん、なるほど、はい、そうですね、はい、レイさんどこにいてました。私ねその日休みでブログに残ってるんですよ、はい、有安のブログに残ってるぐらいなんですけどはいはい、はい、友達のなんかライブハウスのイベントみたいなに向かってる途中の三角公園らへんにいましたね、はいはい、あ、じゃあ何番に見てた。そうですね、通ってる時でしたね。 でも、うんうん、なんか周りがざわついてるなぐらいで、うちは全く気にせずそのままライブハウス行っちゃったんで、地下行っちゃったんですよ。で地下に行っちゃった。そう、地下に行っちゃってそのまま過ごしてはい、はい、地下にいる人はみんな知らないし、あ、そうか、揺れてることも多分知らなかっただろうし、あ、で、ね、うんうん、まあイベントが終わって大阪駅に帰るときに、それもブログ載ってるんですけど、はい、初めて号外をもらったみたいなタイトルで多分あるんですけど、号外をもらって新聞、うん、まあまあ時間的にそうだよね、うんうん、もう多分2時間3時間後だったら号外出てる感じだよ、うんうん、で最初その阪神は大震災自分は経験してるんで、 そうね、うん、そのマグニチュードがなんぼとか震度なんぼっていう、うんうんうん、バンって見出し来て、あ、阪神は大震災みたいなものが来たんやって思ってたんですよ、うんうん、はいはいはい、で家帰ってみたら阪神は大震災ってどちらかというと火災みたいな、あ、そうですね、縦揺れの火災、うん、火の映像が多いと思ったけど、うん、火じゃないぞ津波かみたいな、あ、そっかみたいな、うん、仙台とかあの辺ってそうかそうか、海近いしみたいな、うん、でだんだん現実がやってきたって感じ、ね、実感じゃないですけど、うん、やっぱりちょっとね距離があるだけに、うんうんうん、なんか最初はねどうしてもピンと来なかったけど、はい、私たちはやっぱりその阪神淡路っていうのを直接経験しているっていうのに重ねてって考えますよね。そうですね、実体験とはまたちょっと違うだろうけど、うん、重ねて考えた時に、うん、今何をしたらいいのかとか、はいはい、今の生き方とか、はい、結構考えちゃったりとかね。そうですね、はい、だからその後、ね、家族でどこを避難するかとか、うん、はいはいはい、だからその後関西ももしかしたら揺れるかもみたいな、なんかちょっと、ね、デマじゃないですけど、まあ、ちょっと噂話みたいな流れて、はいはいはい、今で言う南海トラフみたいな感じですかね、うん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 、流れてなんか関西でも水を買ったりとかするのがなんかこうスーパーで水を買うみたいなのが一時あったなみたいな、うんうん、流れはありましたね、確かにね、でちょうどガラケーで災害掲示板みたいなのがそのなんかサービスで始ま
りますみたいな、使ってみとかなとなみたいな、うん、そうですね。やっぱりな何が違うかって言ったらやっぱり携帯の存在があるっていうのでまた、うん、まあ、いろんなところ違うことはたくさんあるんですけど、うん、その携帯っていうものが少しは役に立ったのかなと、うん、なんかね、亡くなられた方でも、はい、逃げてる途中に打って残ってるとかね、うん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 、ありますもんね。 何かしらのこう形でね残せてるとこもあれば、うん、まあ、そういう 100% じゃないですけどね、うんうん、だから今もねスマホの方がもしかしたら危険かもしれないです、うん、こんだけユーザー増えたんで、あ、そっかそっか、一気に繋がらへんみたいな。そうなんですよね。そういうところがまだねクリアしなきゃいけない問題にはなるんだろうなとは思いますけどね。ぜひ、はい、あの避難場所家族とはね確認してた方がいいかなと思います。はい、はいはい。キラカリンの気まぐれフルコース。このコーナーはカリンさんが気ままに自由に話していただくコーナーです。本日のメニューは体力作り。ほう、体力体力、はいはいはい。もうね、若い頃って言い方したら、はいはいはい、どんなんやねんっていうツッコミきそうですけど、はいはい、年々ねやっぱり、過信してる自分に気づくんですよ。はい。で私歩く の嫌いじゃないんですけど、はい、めんどくさいんで、はい、歩かなかったりとかしたんですけど、はいはいはい、そろそろね歩かないというのはタクシーに乗っちゃうみたいな感じですか、うん、いやそんなリッチじゃないですけど、ね、どういうことですか。なんていうんですかね、お散歩に行くとか、そういったのがなんか理由がないと動かない人間なんで。あ、私も同じですね昔はね、まあ、小型犬ですけどワンちゃん飼ってたんで。あ、そうなんですね。そうなんですよ。散歩にね誰かが散歩に連れて行くとかあったんですけど、はい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 、大抵父親がね連れてってたんですけどね。はいはい。何犬ですか。チワワです。わお。だからチワワは散歩に出かけるのですか。室内のワンちゃんではなくて。いや室内のワンちゃんなんですけど、はい、うちに来た 2匹来たんですけど、はいはいはい、初代と2代目両方ともでかいんですよね。ほうほうほう。豆柴みたいな感じ。名前は何という名前ですか。1匹目がパピ。パピ。で2匹目がフク。フク。わお、はい、幸せにフクフクって感じで。なるほどなるほど。かわいい名前。はい。はい、で、まあ、でかいですよね。ほう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 。散歩に連れて行って、はい、連れてってするんですけど、はい、でもね2匹ともね、今2人で言いそうになった。2匹とも家族ですから。はい、頭いいんですよ。へえ、はい、このワンちゃんのネタはねしっかりとコーナーを作って喋りたいぐらいですねああ、私その動物をね飼ったことがないもんですから、うん、はいはいはい。飼ったことあるのはカタツムリ、クワガタ、スズムシ、違うし、全部こう虫とか生き物しかないのではいはい、はい、そうですね、いつか散歩っていうのをやってみたいなと思います。ああ、いいですね。うん、ドッグラン行きたいですね。そんなドッグランねあるじゃないですか、そういうなんか散歩できるなんかプランみたいなありますけどね、あとが大変ですよだから飼いたいなとは思ったことないです。一回ねお試しで体験はしたいですね、はいはい、じゃあ体力作り頑張ってください。はい、はい、ちょっとねなんか成果が出たらまたご報告したいなという、はい、ミノーの滝とか行きますか。いや、もうやめてくれてそう、私全然平気ですよ、はいはい、歩くのは全然平気なので難波から梅田まで歩きます。いや、歩くのはね歩けるんですけど、はいはいはい、遅いんですよ私。え、そうなんですか。歩くの遅いんですよ。はあ、すごいテレンテレントロントロン歩く人なんで、あまり体力作りにならないんですよ。ああ、だから膝上げて歩くとかしないと、うん、なんか膝がこうどんどん柔らかくなっちゃう、弱ってくるという。弱ってきますね。うん、はい。ぜひね気をつけてください。はい。はい。はい、アリアスのちょっとした話。今回のちょっとした話は卒業式で話した夢を発表します。これ卒業式っていつの卒業式の話？私の小学校6年生の時の話なんですけど、はいはいはい、私の小学校は、うん、卒業証書を受け取る前に夢を大きな声で言って証書を受け取るという学校なんですね。へー。でその後合奏をして、ほう、なんか音楽会みたいに合奏をして歌を歌って終わるみたいな、はいはい、またちょうど私
ゆとり世代真っ昼間、真っ昼間じゃない、真っ昼間真っただ中だった真っただ中だったんではい、はい、それちょっと変わったことをしてたんですね、その学校も。で、いまだに続いてるらしいですけど、その夢話すっていうのは、はいはい、でその時に例えば私の友達とかは、うん、あの宝塚ジェンヌか宝塚ジェンヌになるみたいな言ってほんまになった子とかいるし、あーそうなんだ、あのプロ野球選手になるって言ってなってるの聞いたことない子もいるし、なんだそれ単純に中学校に行ってはい、はい、友達をたくさん作るみたいなこう直近な夢を言う子もいて、あまあまあいろいろね、うん、ありますから、ね、言った中で私はなんか言ったのが、うん、なんかちゃんとなんて言ったか覚えてないですけど、うん、一瞬を切り取るカメラマンになるって言ったと思うんですよ多分。何カッコつけてるんですか。いやなんかねちょっと中二病早く始まってたんですけどあ一瞬か忘れ一瞬、はい、一瞬じゃなかったかもしれないですけど、はい、ちょうどそれなんで言ったかっていうと、はい、写真のカメラマンになるか映像のカメラマンになるかを迷ってたんですね、はい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 、もうその時点で迷ってたんですか。はい、っていう内容の卒業文章を書いてるんです。ああ自分をその世界に入れ込んじゃったんで、そうそうそう、それでカメラマンになるって書いて、うんうん、で言ってそのカメラマンになるって言って、うん、でそれお母さんとかねビデオ撮ってくれてるんで、はいはい、未だに多分何て言ったかは分かると思うんですけどで中学に入ってうんうん、うん、あの元テレビカメラマンの先生に出会うっていう前話したと思うんですけど、はいはいはい、出会って、まあ、映像の方に行こうってドーンってこう映像の方に振り切ったんですけど、はいはい、だから小学校6年の時にはカメラマンになるっては決めてて、うんうん、写真か映像は決めてなかったっていう、うんうん本当にちっちゃい頃からその道っていうのはもう大きい道には入ってた、うん、そうですね、すごいね。ちなみに私仕事で今幼稚園児の大きくなったらみたいなたくさん撮って、もう200人ぐらい今年も来てるんですけどすごいな。その大きくなったらの、うん、あの夢の時、はい、私の時もそういうビデオ業者が撮ってくれるってあったんですね、うんうん、はいはい、それは学校の先生になるって言ってます。私はへあのいとこのお母さんが学校の先生なので、はいはい、多分なんか影響を受けたんですか。そう夏休みあるでと言われたのか。だってまだ学校行ってへんのに学校の先生になるおかしくないですか。幼稚園の先生になるやったら分かるけどまだ小学校体験してへん子が学校の先生になるっておかしい。いやそこはちょっと操られてたかもしれないですね。そう今のね子供ね、うん、面白くてYouTuber になるは少なくなったんですけど。あ、減ったんですか。減りました。フィギュアスケーターになるも減りました。あ、そうなんだ今何が多いと思います。今今何やと思います。え、ちゃんとしたこういう形ですか。ちゃんとした夢です。 今の子たちの夢は弁護士。弁護士。なんか今私、まあ、今撮ってる途中なんで、はいはいはい、編集の途中なんで、まね、集計とかはできてないですけど、はい、なんかやたら子供の口から弁護士になるを今年よく聞くなみたいな。なんかあの女の子は、はい、あのなんか31で働くとか可愛いっていう子もいる。もちろんフィギュアスケーターもいるし、はいはい、まあね、オリンピックあったし、はいはい、まあまあね、いるんですけど、でもね、あの弁護士になるで、なんかそういうアニメあるんかな。いや弁護士になるってなんか言ってますね。あ、はい、っていうね、いろんな夢持ってていいなって思いました本当ですね。それではエンディングのコーナーになりました。ホワイトデーが、そうですね、そろそろね、はい、ホワイトデーはもらえたらいいな。チョコはね渡してるんで、あの家族だけに。私ねここ、15年ほどですけど、うん、ね、ずっとシナリオの学校に行ってるんですけどね、うんうんうん、まあ、ちょっとね、うん、今年は私本当に2月中体調が悪かったので、はい、学校に行けてないんですけど、はい、まあ3月入ってね、はい、いつも私の師匠に、うん、いつもチョコレートを、ね、お渡しするんですよ。もう本当にご高齢なんですけど、はいはいはい、そのチョコレートをね渡した次、はいはいはい、ホワイトデー、いつもね、うん、その人にあった小説をくれるんです。わお、ちょっとその話、はい、次回聞きたいですね、はい、ぜひ次にね、はい、したいと思います、はい、この番組は皆さんのコメントに成り立っております、はい、YouTube のコメント欄か概要欄にあるホームにてお便りをお待ちしております。それでは来週金曜日23時にお会いしましょう。お相手は有安有とキラカリンでした。